パチンコ1日最高勝ち額と負け額。パチンコの日本主義が世界進化した私からはパチンコ楽しくなくなくちらもかって高校出身者中記者向けのステスチャンネルです。はい、というわけでですね、今日はですね、パチンコ僕が打ってて1日の最高勝ち額と最高負け額をお話ししたいと思います。はい、まあ、今日の動画見てもね、勉強になるかって言ったらどうなのか分かんないですけど、多分そんなになんないとは思うんですが、よくね、パチンコ好きな人とかで集まって、最高陣地どんくらい勝ったのみたいな、どんくらい負けたのみたいな話が、よくあるじゃないですか。はい、よくあって、よく質問もいただくですね。はい、なのでお話ししていきたいなと思います。はい、あとね、もしかしたらね、初心者の方ね、見てるかもしれなくてですね、まだパチンコ打ったことないしなと、はい、そういう方がですよ、パチンコ行ったらどれくらい勝てるのかなと、はい、もしかしたら1日で100万くらい勝っちゃうんじゃないかなと思ってる方もいるかもしれないですよね。はい、逆にね、パチンコ行ったら、もしかしたら50万とか70万とか負けるんじゃないの、怖くてちょっとそれいけねえなみたいなね、もうそういう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですよね。はい、なのでね、僕がね、約12、3年くらいですかね、12、3年くらい、はい、パチンコ打ってて1日で最高どれくらい勝ったのか、最高どれくらい負けたのかというお話をしていきたいと思います。はい、というわけでですね、まずは最高勝ち額から発表していきたいと思います。はい、最高勝ち額、はい、というわけで、ね、プラス定ま11万発ですね。はい、11万発、約ね、3.03 円交換のお店で言ったので約33万何がしぐらい、33万円ぐらいですかね、だと思います。はい、はい、という感じなんですけど、どういう感じだったかというと、3.03 円交換のお店に行ったんですね。はい、で、朝一、13年ぐらい前だと思います。はい、13年ぐらい前で、朝一で北斗の拳の初代のバトルタイプですね、そこの朝一ランクが光ってたわけですよ。はい、もう旋風確変状態ね。はい、それを打った。はい、打って25連とかですかね、おそらく。はい、しても、とにかく当たり続けた。はい、そんな感じでした。はい、で、そこの店なんですけど、3.03、こちらも500円で当たりました。500円で当たって、もうかなり出まして、20箱ぐらいですかね、はい、積んだと思います。はい、で、取り切って、後ろの島っていうんですか、後ろの台の花の刑事、初代雲の彼方に行ってたいがあったんですけど、それもマックスタイムです。はい、それの2ランドランプついたのを確認したんですよ。はい、で、しかも、もう今でも桜の僕セグを覚えてるんですけど、はい、30種類のうち10パターンの2ランド確変のランプが光って、2ランド確変になったんですよ。で、やめてった人がいたんですよ。で、僕はもうちょうど取り切ったタイミングで発見したので、急いで後ろの台に移って花の刑事を打ちました。はい、で、お店のね、その、なんですか、店員さんがね、ちょっと苦笑いなんですね。はい、ちょっと移動しますって言ってね。はい、そこの店は、基本的にはドル箱を別積みしない。ドル箱別積みしないで、後ろに置いていくってスタイルだったんで、20箱ぐらいだったんで、僕が移動しますって言ったら、そうですかみたいな感じで。なって、とにかく、後ろの、刑事を打ったと。はい、刑事も、潜伏悪縁状態で、転落することもあったんですけど、無事当たって、そこでもまた爆連をしたと。はい、で、爆連して、おそらく結局合計45箱ぐらいとかになったんですかね。はい、なったんですね。なって、ああいいなと思ったら、そのまた後ろにある、北斗の拳、初代北斗の拳ねの2ラウンドランプが光ったんですよ。はい、そんなことあるって感じなんですけど、はい、そういうことがあって、店員さんに、本当に申し訳ないですけど、あっちに移動させてくださいと言ったら、店員さんが45箱の後ろのドル箱を、持って移動してくれて、その移動してる間に僕はもうすでに座って打ってたんですけど、はい、でそこでも本当に閉店間際ぐらいまで、ひたすら当たり続けたと。はい、そういう感じで約、11万発ですね。はい、獲得したのが最高ですね。で、3.03 円交換だったので、はい、で、その33万ぐらいになったというのが最高価値格でございます。
はい、というわけでね、最高負け額いくらだったかと言いますと、あとブルブルブル11万円ですね。はい、まあそんなにね、なんですかね、大負けしてないと思うんですよね、僕は。プロの人たちの中では、はい、というのもなんでかというと、まあ、僕が結構ガチガチにやってたのが、まあ、18歳ぐらいから割とガチガチにやってたんですけど、ガチガチと言っても一応大学生ではありましたけど、大学校も行ってなかったんで、はい、で僕が主に行ってるのがもう抵抗感の店だったんですよね、はい、2.5 円か3円がほぼです。僕人生で多分10日で打ってる比率って多分 1% 以下だと思います。はい、ほぼ 2.5 円か3円で行って、できる限り持ち球で打ち続けると、はい、そういう立ちましたんで、正直大負けそんなにしたこと経験ないんですよ、はい、なので、11万円ですね、はい、それは何かというと、これも初代ガロ、はい、すごい荒い台で有名ですよね、はい、それで、まあ1回待たらずですね、まあ、だからもうほぼね、なんていうか、負荷をしないですよ。持ち球遊戯にとにかくこだわってっていうのをすれば勝てた時代なんで、いかに持ち球に使うかっていう感じだったんで、でもその日は結構回るんで、まあ、珍しく現金突っ込んでいって、11万負けたと。はい、そういう感じでございました。はい、というわけでですね、今日は特にまあ、ためになることあったのかない、わからないですけど、はい。皆さんのね、最高勝ち額、最高負け額、どんな代理でやったのかっていうのね、ぜひやったらコメントで教えていただけたらと思います。はい、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。